ヒラノ耀、ジャニーズ性加害問題を避けて、韓国で音楽活動再開への一歩日本のアイドルグループ、キングプリンスの元メンバーであるヒラノ耀が、個人のインスタグラムでの投稿を通じて、新たな音楽活動の兆しを見せています。一方で、ジャニーズ事務所における性加害問題の影響や状況が、彼の今後の活動に大きな影を落としていると言われています。果たして平野は、 ジャニーズを離れて韓国で音楽活動を再開する可能性があるのでしょうか。キンプリからの新たな一歩、平野紫耀は、キンプリのヒット曲、アイチャイバンの振り付けを手掛けたダンサーである RIHAT8 のダンス動画を公開し、ファンをワクワクさせました。彼の投稿には、Just Wait for It 待っててね、というコメントが添えられ、ファンの期待感が高まっています。もともとジャニーズ事務所に所属していた平野が、 7月に滝沢秀明氏が立ち上げた戸部に移籍したことも報じられ、その後の彼の活動は注目を集めています。ファンの期待と予約殺到、平野の活動が注目を集めている一方で、彼のファンは彼の新たな展開を待ちわびているようです。9月28日に発売される ELLE ジポンの特別版で表紙を飾ることが決まり、その予約が殺到していると報じられています。 現在のインスタグラムのフォロワー数が406万人を超え、平野の存在感はキンプリ時代以上とも言えそうです。新たな音楽活動の可能性、音楽関係者によると、元ジャニーズメンバーである平野、神宮寺優太、そして元ジャニーズを退所した岸優太が、3人での音楽活動を本格化させる可能性が浮上しています。飛べではすでに、インプ、カデビューし、 平野らも同様に配信からのスタートが予想されています。しかし、一方で業界内では別な情報も広まっています。日本国内での状況と影響、ジャニーズ事務所における性加害問題が表面化して以降、スポンサー企業やテレビ局がジャニーズタレントとの新規契約を避ける中、元ジャニーズメンバーにも厳しい視線が向けられていると報じられています。これにより、 平野がグローバルな活動を目指してジャニーズを退所したものの、日本での活動が難しい状況になっている可能性があります。この流れの中で、提携先としては韓国の大手芸能プロ HYBE や JY パークが創設した JYP エンターテインメントが上がっているといいます。韓国での新たなステージ、一部の芸能関係者によると、平野、神宮寺、 騎士の3人が韓国で音楽活動を展開するという噂が広まっています。平野はジャニーズ大象後、韓国の HYB 入りの噂もあったものの、最終的にトベを選択したと言われています。しかし、日本国内のジャニーズ事務所における状況が厳しくなりつつある中で、海外での活動を視野に入れるのは自然な流れとも言えるでしょう。その中で、 HYB や JYP エンターテインメントといった韓国の大手プロダクションとの提携が検討されているようです。平野仕様がジャニーズを対処し、新たな音楽活動の兆しを見せている中、日本国内のジャニーズ事務所における性加害問題やその影響が彼の今後の活動に大きな影を落としていることは明らかです。ファッション誌の表紙を飾り、新たなスタートを切る一方で、 韓国での活動が検討されているとの情報も浮上しています。これからの動向に注目が集まりそうです。